はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス機動戦士ゼータガンダムアニュートランスレーション、ということで、こちらは劇場版のゼータガンダムが、ベースになってるかな、ようやく来ましたね、ゼータガンダム。もうここからはかなりワクワク感満載でやっていきましょう。ステージ1、星を継ぐもの。あ、そうですね、星を継ぐものは劇場版第1作目ですよね。ではステージスタート。人類が初めて経験した大規模な宇宙空間での戦争が地球連邦政府とジオン公国のものだった一年戦争と呼ばれるその戦いから7年。アースノイドとスペースノイドとの確執は未だくすぶり、人々の魂も地球の重力から解放されていなかった。くすぶりはやがて豪華へ。それは歴史の必然であったのだろうか。戦いの勝者となった連邦の傲慢は歪みとなって歴史の表面へとにじみ出し、地球圏の平和維持という名のもとに連邦軍エリート部隊ティターンズが結成される。アースノイドのみで構成されたジオン残党狩りを名目とするティターンズの真の目的、それは地球至上主義のもとに行われるスペースノイドの弾圧であった。この愚行に不信感をあらわにしたスペースノイドたちは反連邦組織エウーゴを結成。スペースノイドへの弾圧に武力での対立を示した。反目は反目を呼び、憎悪を呼び起こし、そして血で血を洗う抗争へと発展していく。愚行というにはあまりにも愚かな争い。人類は一年戦争を経てなおも過ちを繰り返す。時に宇宙世紀0087、3月、人類に二度目の闇が降りかかろうとしていた。サイド3、グリーンノア1。サイド7か。すぐサイド3って言っちゃうな。噂の黒いニューガンダムって。ニューガンダムに。ニューガンダムって聞こえるよね。まあ、新しいガンダムっていう意味だろうけど。お、いた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 。発見。機動訓練中。ガンダム開発の噂。試作1号機とか、まあそこら辺は歴史から抹消されましたからね。星を継ぐ者。神指弾。別にさ、神湯って言ってもさ、こう女性的な名前の感じはしないんだけどね。でもやっぱり外国の人が神湯って聞くと女性を想像するのかな。
まあ、もともとゼータガンダムやってたのは小学生の時とかだったから、もう神湯って言われたらこの神湯美男しか想像できないんで、普通に神湯って言ったら、あ、男だなみたいなもうそんなイメージしかないですね。何かを感じた。いや、これ普通にさ、大事故だよね。クワトロ隊、進入口を開きます。息遣い。あ、そういやリック・ディアスとか全然作ってないな、作れてないな。どっから発展していくんだ。住宅地の上でマーク2低空飛行。これはめちゃくちゃブーイングが出るな。ブライトキャプテンもな、どうしようかね。まあ、今ホワイトベースにブライト乗ってるじゃないですか。それは一年戦争の時のブライトなんで、全部ね別のはずなんですよ。せっかくな20レベル近くまで来ましたよねブライト。まあもし買えるんだったらユニコーンのブライトまで待つかな。穴開いてるけど大丈夫？赤い彗星だというのか。フランクリン・ビダン、カミーユの父親っすね。
やめんか。父親がガンダムを開発してるとニュータイプになれるのかな。動かし方を知っているから。もう一機出てきた。マクツ3号機。クワトロ隊がいてくれて本当よかったよな。理解してくれるやつがいるから。まあね、ブライトノアもね、ちょいちょいニュータイプ的な感覚を発揮する時があるんですけど、まあ残念ながらニュータイプとは認定されてないんですよね。モビルスーツの操縦ってどれくらい難しいんだろう。車ってそんなに難しくないじゃないですか。あ、でもなんかゲームで本当にロボットを動かそうとしたらみたいなゲームありましたよね。すっげーコントローラーが複雑な感じで、まず立つことができないっていう。3ターン以内に神は目標エリアに到達できるか。え ?3 ターン?これってことは敵出てくんのかな。チャンスステップ使わないと無理でしょ。まあ1ターン目は攻撃しなくていいよね、別に。向こうが来て攻撃して反撃すればいいわけだから。一応減らすことができるように近づいておこう。出てきたね。ジム2か。ティターンズとして最低限の任務は完了させる。エウゴメ、無事に出られると思うな。マーク2対マーク2、性能は全く同じだね。当たり前だけど、そうするとパイロットの腕か。ここでお前を逃がしたらティターンズの面目が立たないんだよ。貴様、ティターンズがどうしたって言うんだよ。あなた、おお、ちょっと神優の方が強い。まこれは逃げながら戦う方向でいいでしょう。まずはもう射程に入るな。クレイバズーカでこいつを攻撃していく。ずらせるな。3800、当たりそうな気もするけどね。チターンズは許せないんだよ。これはジェリドを倒す必要があるかどうかだな。クワトロ隊はチャンスステップを発動させて、邪魔はさせんぞ。マーク2のエゴに回ろう。確実にクレイバーズか。やらせはせんよ。
ちらの間合いに入ってきたか。あ、海水性の敵ではない。どうしようかな。ちょっとマーク2に近づく感じでいくか。これはまあこのままにして OK。 あのマーク2はわざわざ倒す必要はないね。反撃しておいて次倒せる状態にするでしょ。で一応こいつも反撃はしておくか。で進んで、でビームライフルでちょっと遠いやつから狙おう。これでいける？あ、いけるね。これってあ、いずれかが到達ね。で、カミーユが到達すれば OK だから、よし、回避ルートの確保に成功した。了解です。タイ、撤退完了。失態だな、バスコム大佐。マーク2などもうやってもいいでしょうって。まあそりゃ分からんよね。いきなりそんなこと言われても。クリコンも偉そうだよな。一般の軍律など通用しないんだよって。そういうもんなの？それでいいの？え、ガディってさ、階級いくつ？アーガマはちょっと欲しいね。でもね、戦艦手に入れるのはねちょっとめんどくさいんですよね。戦艦でゲットゲージを貯めないといけないんで。アングラ出版、昔のままだって何？ああ、なんか完璧な装甲じゃないんだ。ガンダムマーク2ってガンダリウム
使われてないんだ。ティターンズの追撃艦。ヒルダビダン、ま、今のがカミーユの母親ですね。マルガリータって若い女、でもすごいよね。別にフランクリン・ビダンってさ、こうなんか紳士的なかっこいいおじさまっていう感じじゃないじゃないですか。別にそれでも若い女をたぶらかすことができるっていうのは一つの才能なんだろうな。羨ましい。しかも技術屋ってさ、なんだろうね、ステータス的にどうなんだろう、この時代は。モビルスーツを開発してるんですかみたいな、すごいですってなるのかどうか。材質の調査。そんなところだ。いや、何も知らないっていうのは怖いね、やっぱり。敵モビルスーツキャッチ。バスクオム大佐の新書か。でもエマ注意、普通にガンダムマーク2乗ってるんだね。一個パクられたのに。即答でお願いします。トイレを貸してくれ。なんとハレンチナン。ハレンチナンって使わないよね。バスクの直筆とかさ、わかるの？そんなに直筆が出回ってんの？
球の引力に魂を惹かれた人々。正体不明のカプセルをキャッチ。映像回せ。カプセルの中に、中に人がいるぞ。あなたはって、母親に向かってあなたはって言うんだね。爆弾もろとも消えてなくなれ、三号機。カプセルが破壊されてしまった。強力な爆弾が起動したようだな。なんて悪どい奴らだ。まあ、多分アーガマの中にはクワトロ隊の部隊が入ってるはずなんで、リッキリアスね。どうしようかな。ジェリドを撃破。神湯がジェリドを撃破。 OK、 では一緒に行きましょう。あ、そうそうそう、編成をねだいぶ変えたんですよ。ザンジバル、クルーは変わってないんですけど、モビルスーツの部隊ですね。マスターにマークギルダーを置いて、であとは、ジオン系の人たちを、置いてます。まあ、シャアのパーフェクトジオングと、エルメスはララで、試作2号機がナベルガト、第2部隊が、キュベレのハマンカン、
トールシスリッターのアンネローゼとサイコガンダムのフォー村雨と、まあ、火力は抜群だよねここで、クルーは特に変わってないです。ちょっとお金がなくて雇えなかったんで。でホワイトベースの方が主に連邦系になってます。マスターが、ミカミックスですね。でブルーディスティニー、マットヒーリーに、マーク2を乗せて、試作3号機がコウラキで、ガンダム4号機にマスターピースレイヤーで、ガンダムマーク4にアムロを乗せて、パーフェクトガンダムにユーグクロ乗せてますと。なんで一つは、マスターは基本的にオリジナルの、人で入れて、ジオン系のチームを一つと、と連邦系のチームを一つで、やっていこうかなと思ってますと。よし、じゃあ行こう。まずは戦艦を進めて、とりあえず紙はここでいいでしょう。敵が来るのを待つ。貴様、貴様が母さんを。母さん、母さんかい。まだおっぱいが恋しい年頃だったんだな。こいつだけはなぶり殺しにしてやる。遅い。そうやって命をもてあそぶ連中は許してはおけないんだ。落ちろ。貴様、もう一発かかるね。そうするとで、こいつらは特に来ないな。じゃあアーガマをちょっと前に進めて、あ、これメガ粒子砲と艦砲射撃しかないんだ、アーガマって。まあ当たれば当たったでそれでいいかな。当たらん。クワトロ隊員を出すか。あれ、クワトロ隊員いなくねなんでだ。出撃タイプか。そう簡単にやられてやるわけにもいかないんでね。で、カミーユでもとどめを刺しちゃいましょう。この人殺しが。やってみな、やれるもんならな。これ以上抵抗するのなら容赦はしない。まあマーク2もそれなりに安心できる性能ですからね。お、クワトー隊が出てきたと思ったらこいつが乗ってるんだっけ。リックディアスって確かガンダリウムなんちゃらが使われてたよね。もうカミーユさ、ここからしてちょっと悲惨だよね。母親がさ、目の前で亡くなってさ、しかも親父はなんだかよくわかんねえことやってるみたいななんでリックディアスに乗ってんだよこいつって。あんな奴らに手間取ってるとはね。チタンズとかって偉そうなだけでさ。連邦軍の艦です。ルナ2駐留部隊。さらにアンノウン。反応は3。これはジムクエルっぽいな。そうだよね、ジムクエル最近作ったばっかりだからな。まあ上と下に分かれていきますか。ボスニア、モビルスーツは入れてないね。じゃあこれは上に対処しよう。ホワイトベースはでザンジバルが下を対処と。
ミサイル当たるかな。当たるね。アーガマ、そうするとちょっとな、作るの微妙だな。武装がない。まずは、どうしようかな。このブルネイ。モビルスーツは基本入ってないか。アレキサンドリアはが入ってるか。通り過ぎた。もう一回ここに出して。ハイパーナックルバスターって何？インコ。当たるね。さあ、そして、ハマーン様。ファンネルをこっちにやろう。ファンネルだけで倒せるかな。まあいいや、インコミもついでに使っちゃおうっと。1万超えてんのか、ハイザックになると。見えた。この行け、ファンネル。いやー、綺麗なファンネル、かっこいいね。拘束されたか。強っ。通常で1万200か。さあ、そしてサイコガンダムを出そう。ってかマジで抜群の火力だな。拡散メガ粒子砲。あんまり強そうなビーム砲じゃないんだけど。じゃあ一人一冊でいけるかな。トールスリッターが無理かっていうか、こいつも無理だったし。ハイパーナックルポスターがなんだな、ビームライフル的なものか。めちゃくちゃ攻撃力高いんだけど。トライブレード、ぴったし4か。なんかかっこよさそうだね。ま、サイコガンダムで戦艦を潰そう。対大型。いいね、わりかしすぐレベルも上がる。フォームラサメ2レベル。どうしようかな。試作2号機を出すか。アトミックバズーカ。ピンポイントには当たらない。じゃあハイザックを倒したいけど、射程がね難しいんだよねこれ。 69% か。志すら持たぬ輩に止められると思うな。私を阻もうとはいい覚悟だ。落ちろ。強い。で、試作2号機はねエネルギータンクつけてるんで、一応アトミックバズーカね2発撃てます。というわけでこの戦艦もピンポイントで破壊していきましょう。いいね、ガトーやっぱ超かっこいいよ。志すら持たぬ輩に止められると思うな。そのしぶとさだけは認めねばなるまい。まあだから2回撃ってその後戦艦に帰るっていう感じですかね。いやいや、ソロモンの悪夢相手に。この俺がこんなところで。
ちょっと試作2号機はエネルギーだね、やっぱり。ジオンの魂。あ、戦艦もう動いてんのか。ってことは帰れないな。ま、このターンはこれでいいかな。どうしようかな。トーリスリッターで。そうか、無理か。トライブレードで倒せないかな。きっと大丈夫。私たちは運がいいんだから。何？倒せない。逃げられると思っているのか。無駄よ。で、あとは来るのを待つか。おお、ハマン様を狙ってくるとは。痛い、当たった。ま、減らす分は減らしておこう。トライブレード。ま、こいつらはパクるから無傷にしておくか。ん？これは誰？あ！なに？こいつもいたんだ。全然気づかなかった。ガルバルティベータ攻撃しておこう。ボスが積んでないよね、確か。フランクリン美談、じゃあどうしようかな。神で倒すか。で、一作二国はちょっと帰らないといけないから。で、ここに置いて、グループ攻撃をしよう。え、どれだ？あ、こいつか。届かないから。よし、多分すげえいい感じに。減ってると思ったら意外にパワーあるんだな、アレキサンドリア。じゃあここはちょっとハマーン様のファンネルで倒そう。キュベレーの攻撃力280あるんだ。めちゃくちゃ強いな。チームクエル1万6000はな、多分無理だよな。ハイテンションとかないしね。ちょっと一回サイコガンダムでつっつくか。おお、クリティカルが出た。そしてファネル1万。お、一気に3レベル。一気にじゃなかった。一回レベル上がったんだ、キベで。いつ上がったっけ。あ、そっか。さっき、攻撃力280あるなとか言ってたな。で、こいつマジでどうしよう。ドベルトも出して、ビームサーベルとビームピットル。やらせるわけには。で、3400。これはちょっとじゃあ神湯で倒しちゃおうか。自分の設計したマシンを敵機から観察できるとはな。親父はエウーゴのモビルスーツを盗みに来て、お袋が殺されたことも知らないんだ。やはり神湯。母さんはチタンズに殺されたんだぞ。小鳥のようにカプセルの中に入ったまま殺されたんだよ。
ヒルダが小鳥になるか。聞こえているんでしょ。あいつは、お前は親に銃を向けるのか。そうだよ、さらばだ。うわー、クアトロ隊のモビルスーツを壊してしまった。クアトロ隊員になんて言おう。まあしょうがなかったよね。ここサルベージ持ってたっけ。サンジパルしかなかった気がするんだよな。そうだよな、サンジパル動いちゃったからな。ちょっと次のターンでなんとかするか。また器ミサイルで倒して、倒せない。バルバロ、1万1000か。50レベルとか。そうするとブルーディスティニー2号機とかマジできついな。エグザムでいくつ当たるのだって。ガルガルディあんま変わんねえからね。一応レベル8だしね、こっち。じゃあちょっとマーク2を出しましょう。で、ライラはとりあえず、スキル経験値ブーストマーク2。多分一発は倒せないから誰かも出そう。かといって試作3号機を出すとな、逆に倒しそうだしね。ガンダム4号機にするか。ガンダム4号機も別に火力が強いわけじゃないからね。甘いね、うかつに前に出すぎだよ。2600。じゃあ確実にビームサーベルで倒そう。クリティカルが出て5900か。結局ライラも口だけだったな。こんなのもなんとかできないのかとか言ってたくせに。マーク2はちょうど200なんだ、攻撃力的に。さて、じゃあちょっと回収をしたいので、このターンはパスをして、ザンジバルでサルベージをしましょう。経験値ブーストね、もっと頻繁に使ってもいいんだけどね、どうしても忘れてしまう。特にいないな。大型メガ粒子砲ピンポイントで当てよう。バルバロも200くらいか、攻撃力。意外に防御力が少なかったな、160ちょっとだったよね。ハマーン様、バンザーイ。サラミスカイ、いらん。カプリコン、いらん。で、特にかな。キュベレーが、なるほどね。クイーンランサーもう作ってあるからね。ってことはキュベレーマーク2とかか。どうなんだろうね。トーリスリッターは5がわからん。サイコガンダム、サイコロガンダムとか普通にあるし、多分まあサイコガンダムマーク2とかにもなるんだろうね。バルバロレベル8まで上げないとダメか、なんだかよくわかんないけど。
マーク2。あ、マーク2から普通にリックディアスになるね。ここら辺はなんだ、マーク3とかか。マーク4とか持ってるからね、今、すでに。誰これ。まぁ、ちょっと当分はこの間、このモビルスーツ編成で行こうかな。ユウカジマのね、ブルーディスティニーがやっぱりちょっと攻撃力底上げしてるとはいえ、50上げて223か。4号機も209だからな。でもマーク2の攻撃力が200だから、やっぱキュベレ2円だな。そうすると、まあ、30上がってるから300超えてるけど、デフォルトで280あるからね。捕獲整理、ジムクエル一体確保しとくか。だいぶね金が減っちゃったんですよね。ユニット管理の設計は特になしと。はい、というところで、じゃあゼータガンダムの第1話、星を継ぐものはこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。